アロラモコと申します。今回ですね、クエスパトラというね、名前がおしゃれなポケモンを使っていきます。なんかクレオパトラなんかガンダムのクエスパラなんかわからん名前してるんですけれども、タイプがエスパー単体でなんか鳥ポケモンに見えて、実はもうダチョウなんで飛べないから飛行入ってないっていう。で、こいつ固有特性のなんか便乗ってやつ、なんか相手の能力上昇なして自分も上がるみたいなのはあんねんけど、ちょっとそれよりも夢特性の加速の方が普通に強いと思うんで加速にしました。で、加速バトンっていう、まあ加速で上がった素早さを高速にバトンするって戦術を待ち得ながら、瞑想とフェザーダンスで対面操作して、あとこのルミナコリジョン、これがクソ強い。これ威力80、命中100の安定特殊技なんですけども、相手の特防を確定で2段階下げるんで、ぶっちゃけルミナコリジョン殴ってるだけでも強い。悪ポケモンで止まるんでそこだけ注意ですね。まあ基本瞑想加速バトンを狙いつつ、ルミナコリジョンで殴りながら、まあ攻めていくって、そんな感じのポケモンです。さあ、やっていきましょう。さあ、マッチングしました。タカさん、大戦よろしくお願いします。相手の手持ちがサザンドラ、ゴールドラッシュからの、キノコ野郎、そしてガブリアス、ミズロトム、ミミッキュということでございまして、まあ、サザンドラから来られたら結構困んねんけど、どうしよっかな。まあ、クエスパトラ。クエスパトラ行きたいな。ミズロトムのやっぱりスカーフトリックなどはちょっと警戒しては行きたいところではあります、正直。どうしよっかな。ミミッキュもだるいけど、まあ、巨人4がおるとね、ミミッキュあんまり来ないんですよね。なんで、強気にミミッキュ度外視した選出していってもいいと思う。クエスパトラ行こうか。で、ボーマンダ採用していって、で、ラスト誰しようかな。いや、これもリックグラゲ行こうかな。さあ、よろしくお願いします。うわー、ロフト。ちょっとさ、これ、初手ロトム、マジもう俺、絶対ノータイムで瞑想積むからな。みんなスカストリックやねんけど、こいつ。お前は違うと信じてるぞ。せめてメガネトリックにしてくれ。だスカーフ持たせるにしてもさ、初手直してトリック打つやつがあまりに多すぎんねん。あ、抜いた。オッケー。で、これだったらまあスカーフじゃないの確定や。で、上からなんか撃たれても、瞑想積んでるから耐えれるし。ボルちゃん、オッケー。一番す、なんだこれ、メガネですね。メガネは確定。瞑想位置積みして、ボルチェンで半分は、これメガネ。絶対メガネやから、あいつ。だからあいつもやっぱトリックは持ってるわ。まあ基本的にメガネかスカフやんな、ロトムなんてな。もうランクマッチなのにね、なんか、なんていうの、この、オーディエンスというかさ、ギャラリーが5人しかおらん、どうな、うわ、みおい、行くかじゃあ、あの戦法。影打ちをノーマルテラスで透かし戦法行く？それやってもありやぞ、これ。テラスタル。なんなら、ルミナコリジョンで、むずいけど、いや、ルミナコリジョンで、皮剥がすわ。皮剥がす、マジで。剥がす。さあ、ノーマルテラスタル。対ゴースト専用。まあ、というかもうほぼ影打ちピンポ。影打ちでマジ縛られるか、こいつ。撃ってこい。オッケーよかった、レイドバトルで、なんかテラスタルノーマルのクエスポトラ捕まえといて。オッケー。なんならこのまんまさ、もうルミナコリジョンで攻めていってもいいんじゃない？だってよう考えてみ。ミミッキュ D ダウンで、こっち C 一発上がってんのね。これルミナコリジョンで倒せるやろ。いや、殴ろう！もう。いっそのこと。よっしゃお前、影打ちないと何もできんやんな、ミミッキュ。おい、ザコ、こら。今のところ別に、いやー、ロトムオッケーって、もうこいつはメガネが確定してる、なんかだるい子なんで、戦うにして、正直ね、これもう一回瞑想積んでもいいんですよ。だってドロポンだとわかんねえ、耐えないかもしれんか。じゃあ、バトン、行こうか。何？あ、これ変なやつだったら、どうしよう。これ、ロトムの何？電気だー。いや、これマジで瞑想つまなくてよかったわ。いや、待てよ。おい、だったら、リッククラゲじゃないんですか、これは。
ねえ。10万を透かしていく。で、こいつ多分メガネでしょ？もう絶対メガネなんですよ。だから、交換先に、キノコの報酬当てれば、ほぼ勝ち。1個目だ。キノコやめて。サーフ号、よし、オッケーオッケー。サーフ号、ちなみに、こいつは変化技受けないって特性やけど、近畿の力のおかげでキノコ星当たる。これなんかの動画で俺も勘違いして、サーフ号が状態上にならんと思って打たなかったシーンがあったんですけど、こいつ自体別に状態上になるらしいわ。完璧。完璧すぎる。で、大地。あ、ごめん、すみません。あ、ごめん、そうすんな、ごめんない。風船持ってるって言ってたら何してんの俺。いや、バカし、あ、くそ、下手こいた。待て。バカだ。バカすぎる。本当に、ちょっと本当にもうやめて。今の言ってて負けるなんてありえないから、本当に。うくそ、硬い。硬すぎる。ちょっと、あ、やべ。あ、ちょっと待って。おい、悪だくに積まれてんねんけど、お前待てよ。これクソやばいって。ちょっと、やばいってな。やばいって。いや、でも大丈夫や。大丈夫、力や。いけるやろ、多分、なんなら。うわ、かぁ、耐えられた。シャドーボール。耐える。D1 回上がってる。特防高い。よし、全然耐えてる。よし。で、第一レナリーは。うん、オッケー。で、あとはロトムにギアドレイン。よっしゃ。もう二度としません、今みたいなプレイングは。本当にもう。マジで終わってたんで。いや、しかし、そのプレイング、クソみたいなプレイすらをもう、カバーするレベルで、クエスパトラ、そしてリククラゲ、お前ら、つべえよ。よし、で、上からギガトライ。HP 回収。ドロポンが食らうけれども、耐えてく、おっしゃ。あー、ここもなんなら別にあれでよかったか、報酬よかったかな。まあ、報酬5点になっちゃってるのはちょっと注意なんですよね。で、ドロポン食らう。耐えていく。ありがとうございました。いや、クエスパラヤがめっちゃ強かった、これ。あのミミッキー持ってったし、なんかよかった。ありがとうございました。はい、マッチングしました。バイオレットさん、再生よろしくお願いします。相手の手持ちが、ミズロトム、ガバルドン、そして、なんだっけ、あいつは、グルガモス、ヘイラッシャーからの、キノガッサーからの、ドラパルドということで、しかも、ね、全員メスやんけ、相手。いいパーティーだなと言いたいところではあるんですけども、クエスパラヤ行こっか、これ。クエスパラヤ。行きまして、あとは、マンダが今回特殊型なんで、マンダ行きましょう。そして、ラス1に採用したいポケモン、それはすなわち、リククラゲなんかもね、結構ありなんだよね、実際と。まあ、ガッサがいるんで、ガッサのなんか催眠術とかいうくっそしょうもないなんか技にやられるんだったら、リククラゲは大いにありか。まあ、ガモスなんかもマンダでしばけば一緒。行くわ、リクラゲ。さあ、お願いします。うわ、ロトムちょうどいいんじゃない？しかもクエスパラーがさ、こいつなんか見た目的に飛行入ってそうだから、なんか間違えて電気を取ってくんねえかなと思いたいんだけど、多分ね、トリックかなんかされるんですよ、これ。なんだけど、だとしても俺は初手、瞑想から行きたい。スカーフトリックだけは本当にやめて、メガネトリックだったらギリ間に合う。S はこっちの方が早い。抜かれたらもうスカーフ確定。マジで。もう、おもんねえって、だからこいつのトリック。うせろ、マジで。もうこれでもう無理じゃん。ねえ。まあ、守るとかあればな、一旦様子見でってできたけどな。守るを入れてる余裕はねえんだよ、こっちによってか。もう絶対許さねえから、俺。絶対に許さない。顔も見たくない。なんか、もういいや、もうトレーナー自ら乗り出してて、ハンマーで叩き割りたい、あいつは。鬼火。まあ、物理はうちいないんで、鬼火を食らうのは正直どうにもいい。で、ここおそらくあえて交換か、引け、なん、まあ、交換やな。か、突っ張る。まあ、どじむじキノコの方針安定。どの道ね。引っ込んで、オッケー。さあ。ドラパよーっしゃー。あいざまー。
はい、ざまあキノコの星。これどうしよっかな。もう宿れ木もぶちまこっか。もうクエスパトラでも強引にご利用してもいいけどな、これ。マジで。クエスパトラルミナコリジョン連打どう？意外とだってこの技一旦ゲーゲルっしょ。相手の特防下げまくるから、これでもう上からしばきまくるっていう。もちろんドラッパーがなんか変なゴーストタイプ。いや、待てよ。ここは、ちょっとさすがに、ちょっとテラスタル機能もったいないんで、一発ルミナスコンディション打つわ。あ、上から？あ、そっ、え？なんで上からなのこれ？おかしいね。寝ろ。オッケー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 。あ、スカーフ持ってるからだ。すいません。スカーフでした。スカーフだから。で、相手の D 下がったんで、このまんま、もうルミナコリジョン連打でいいや。2段階下げてるから、もう次倍だからね。倍チャンス。だからこういう時に強い。アシストパワーもええかもしれんけど、弱くなる。あれ？不意打ちだな、これ。不意打ちだ。3段眠り引いたわ。ラッキー。もう強引に突破したら、じゃあ、もうこいつルミナコリジョンだけでいいってことを証明する、俺が。いや、なんか変なゴースト来たら、テラスタル切ってノーマルにして、無効化するっていう。いや、今の不意打ちでスカシャンでかいな。さあ、ロトムが来る。ロトムに関しても、まあ上からルミナコジロン連打するよ、俺は当然。当然よ、そんなもん。お前から喧嘩打ってきてねえからな。わかってるな？ルミナコリジョン！いや、強いぞ、これ。ルミナコジジョン。ドローポン。一発与えるはず。十分、十分。十分すぎる。で、ルミナコリジョン。強くねえ、これ。なんなら持ってけ。うわー惜しい。じゃ、ドロポン避けろ。いや、避けないか。避けないでか。ドロポン来ねえか。いや、ドロポン来るわ。いや、でも、こういうゴリ押し的には強ない。で、あとは、裏から、リククラゲさん降臨させて、で、S 抜いてるんで、ギガドレインで回収するわ、HP。で、ギガドレインでしょ？うわー引っ込める。まあ、でも、ガッサーいねえと思うんだよな。ヘイラッシャー、うわーヘイラッシャーだったらいけるわ。ヘイラッシャーだったらいける。ギガドレイン、あーでもなんか結構かってーなー。結構に硬いが、しかしながら、しかもルミネコリジョン、まあ今回は当たれなかったけど、ヘイラッシャーとかいう天然にも強いからね。相手の特防を下げるっていうのはもう本当に防ぎようがないから。いや、これもうクソだるいから、もうキノコの方針でいっか。方針でいいよね。うわ、もう困ったら自爆するのやめろよ、マジで。ほんま、こいつが自爆覚えんのやばいって、それ。怖っ。ただ、今の一発をお前は当てなかった時点で、ほぼ負けなんだよ。ギガドレイン、連発していく。よっはっはっは。この距離感で、あの土迫力の顔で、自腹なんか打たれたら、そりゃ怖いわ。ただ、当たらなければ、どうということはない。ギガドレイン。さあ、あとは水ロトムだけだ。ギガドレイン連発していきます。よーし。さあ、ロトムが裏から飛んできますが、もう HP がほぼ終わっている。クエスパトラが削ってくれたからな。さあ、ギガドレイン。ありがとうございました。さあ、アルベルトさん、再生よろしくお願いします。相手の手持ちがミミッキュ、そしてタマゲタケ、マリルリ、ヒートロトム、ザダンドラ、そしてサーフゴーということでございまして、サーフゴーとか、あとロトムがめっちゃ多いよ、今の環境。ね、まあ、これはやっぱりね、クエスパトラで行きたいって、サザンドラが来た時の場合のことを考えて、一応、まあ、ちょっと直近マリルリは入れておこうかな。クエスパトラ、マリルリ、で、裏にマンダで行きますわ。お願いします。うわ、そのサザンドラが来ちゃいました。サザンドラだけはどうしようもないって思うやんか。これ実際と無理やりに詰めに行くっていうこともできるんですよね、実は。ただ悪の波動初手テラスタルノーマル切って悪が耐えて加速でまくって瞑想か。いや、それでもありか。これ結局マリルリに変えたところでやもんな。ぶっちゃけるとめっちゃあり。で、一応トンボ返りっていうタクもあるんすよね。もう無理やり行くわ。メソ。間に合ったか。間に合ってる。オッケー。間に合ってるってことは大丈夫か、これ。メソ入ってるよな。スカ
タフだと思うんだよな、サザンドラ。ただクエスパトラは素でサザンドラより速いから、加速が一回入った瞬間スカフでも抜けるっていう。多分スカフやろ。あれ違うの？え、じゃあ何？メガネとか、それとも普通のなんか変なやつ？だるいやつ？やべえ。やべえの来たー。なんかでも、ソードシールド の環境の初期にもおったよな、なんか身代わり悪巧みサザンドラみたいな。うわ、それだったらめっちゃやばいんだけど。瞑想いっぱい積むか、じゃあ。身代わり悪巧みで悪の波動ラスターカノンみたいな、そういうサザンドラ昔おったんですよ。ちょっとクエスパトラじゃ、その身代わりを破壊できないからそれがきつい。きついぞ、これは。どないしまんねん。いや、悪巧み持っとるやつや。やっばこれ。こんなサザン今時おんねんな。バトンタッチ行っても、いや、バトン行くか。ただ、瞑想ニズミが結局サザンドラの悪巧み一発でまくられるっていう、そこなんだよな、きついの。バトンタッチを打っていく。ここで攻撃。いやー、きつ。威嚇はこうかな。まあ、特殊だとかが関係ないけどな。悪巧み2回目。まあ、これでまあ、まくられたか。ドラゴン技だったらどの道負けなんで、ちょっとこれ強気に突っ張るしかないですね。で、食べ残し発動。エアスラーまあ外しがあるんで、テラバーストで、まあ、身代わりは壊せると思うんで、テラバーストでいきます。テラバーストで身代わり壊して、相手の回し技一発耐えて、流星群。で、わからん、もう剣盾におったやつは、悪巧み身代わりってなったら、ドラゴン技入んないんですよ、基本的に。悪技とラスターカノンみたいな。もしくは大文字。で、悩んでるあたり、おそらく、ドラゴン技ないんじゃないかと思うんですよね、これ。まあ、あったらごめん。あったらもうきついわ。さあ。サザンの身代わりが消える。あ、オッケーなかった。耐えろ。よし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 、オッケー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 。マンダの流星群は強い。これメモれ。引かれるかな、多分高速に。引かれる。ミミッキなんかに引かれたらもう相当きつい。ただやっぱり俺のストーリーサザンドラにドラゴンはなかったわ。いやでもこの構成のやつ今作もいんのか。ガチじゃん相手。なんだもう、あ、テラスタルこれ、いや、ハガレだわ。絶対ハガレだこれ。ハガレでラスターカノンってやつだ。いや、そうだよ。いや、でも待って。流星群荷積みしてるんだよ。俺これ貫通すると思うぞ。下手したら。いけ。うわ、勝てえか、さすがに。あー、これでフェアリーとかドラゴンの弱点半減しつつ、タイプ1ラスターカノン、絶対雇い1億ラスターカノンやわ、これ。このサザン、つえー。これは面白サザンやわ、正直。となってしまうと、マリちゃんで頑張るしかないんだけど、まあ、アクアジェット急所ワンチャンかけつつって感じかなー。あと、アクアの方でワンチャン準備がある。まあ、きついか。ラスターカノン、やっぱりそうやわ。あ、ほら。直帰とはいえ、このダメージ。ちょっと、このサザンドラ強力やね。今度パクロ。こういうサザンドラが環境にはびこる理由って、もう一つしかなくて、ロトムなんですよ。ロトムを絶対に起点できるんですよ、サザンドラ。スカーフも身代わり効かないやろ。うわぁ、あれや、交換や。で、ロトムのメインウェポン全部半減できるんだ、タイプ的に。もう、モロバレルとかちょっとやめてよー。やめてほしいんですけどー。悪ブレ。ただ待てよ、これ。もしかしたら、クリアスモック。ワンチャン。これマジでワンチャン。
サザンドラとラクが消えたから、クエスパトラで、なんとかするみたいな、できなくもないかもしれんな。オッケーオッケー、マリルようやったわ。クエスパトラに変えて、まあ、クリアスモッグがあるから積むのきついんですけど、一応 HP 満タン残ってるんで、ここはもうルミナコリルの連打行こうか。ルミコリ連打行きます。ルミコリ連打。で、モロバレルには抜群。あ、じゃあテラストラも切ってる。まあ、コアやっとるとしたらミミッキやけど、いや、ちょっと待てよ。これ裏がサーフゴーとかじゃなければ勝ちなんじゃんか。引っ込めていく。再生力か。ミミッキュ！あ、待てよ。待てみんな。これ待て。チャンスかも。これチャンスやぞ、みんな。チャンスかもしれん。陰打ちは効かないやろ？で、ここ、瞑想一回積もうぜ。瞑想積んで、で、おそらくミミッキュ多分いけると思うよ。陰打ちは効かんから。いや、ワンチャンある、全然。うわー、呪い。モロバレルに守るがあるかないかやな、これ。ただ、HP は奇数になってるから、で、先制もないから、ターン足りるんちゃうか、どうやろう。もう、ルミナコリアのちょっとミミッキュ倒しますわ。ミミッキュ倒して、モロバレルにどんだけダメージが入るかやれ。いやー、これ、きついか。ターンが足らない気がする。で、このターンも呪い食らうでしょ？ 1、2。あと耐えても。いや、あと2回耐えるんか。モロバレル再生力で HP 復活されてるからな。多分、これモロバレル出して、すぐにサザンドラ引くと思うんですよね。そうやんな、そうやんな。オッケー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 。で、サザンドラ切って、もう一発再生力で HP 満タン状態でってことやろ。いや、でもギリ。いや、無理か。結局だからワンパンできなきゃ無理や。モロバレルを。いや、しかもだんだん耐えら、あ、ここ耐えられたらもう無理やわ。うわ、これ耐えられたらもうきつい。呪いがきつい、これ。うわぁ。ルミナコリジョン。もう、連打。で、HP1 残るけど、瞑想1ずに、いやぁ、ちょっとあれやな、火力に努力値避けてないっていうのがあだになってくるかもなぁ。くっそ、クエスパトラ。なんとかならないか。急所やったらワンチャンかな。急所ならワンチャンある？頼む。ラスト一発。俺の渾身のルミナスコジジョン。いけ！ぶち抜け！うわぁ、急所やったら勝ってたか。いやー惜しかった。あー、まあ、よく頑張ったわ。ミミッケ呪いがきつかったなぁ。あー、出した。